エリック・ベチグは、アメリカ合衆国の物理学者であり、カリフォルニア大学バークレー校の物理学、分子生物学の教授である。長年、米バージニア州、アッシュバーンのジャネリアファーム研究キャンパスで活動していた。2014年に彼は、超高解像度の蛍光顕微鏡の開発という理由で、ノーベル科学賞を、ステファン・ヘル、ウィリアム・モーナーと共同受賞した。ベチグは、 カリフォルニア工科大学で物理学を学び、1983年に卒業した。その後、コーネル大学で応用物理学と基礎工学を学び、1985年に修士号、1988年に博士号を得た。博士課程の後は、ベール研究所の半導体物理学研究部門で働いた。1996年にベチグは学会を去って、 彼の父であるロバートベチクが当時オーナーだったアンナーバーマシンカンパニーの研究開発部門の副所長となった。ここで彼はフレキシブル順応性サーボー水圧技術を開発したが商業的には成功しなかった。それからベチクは顕微鏡の研究に戻り光活性化極材性顕微鏡法を開発した。パームの開発は友人と5万ドルずつ出資し、 その友人のガレージを使用して行われた。そして2006年にハワード・ヒューズ医学研究所のジャネリア・ファーム研究キャンパスでグループリーダーとなり、超高解像度傾向顕微鏡技術の開発に携わった。ありがとうございます。